新刊家康の選択小牧長久手大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家ラジオ。今日のテーマはデビュー前は時間と体力との戦いっていう話。今日は印税稼いで30年で書いた話ね。まあデビュー前の思い出話。はっきり言おう、今読み返してみるとこれどう見ても自慢話だよなっていう。俺は苦労しました自慢だな。まあそのつもりで聞いてくださいな。時間と体力の戦いのデビュー前夜でござるっていう、そういう込み出して書いたものだな。25でワープロ専用機で書き始め、最初の一作目がオーリオミの新人賞の2次に引っかかって、本腰を入れて小説家になるぞと決めた時の話。25だから、アバウト40年前。まあ、そのぐらいの前の話なのと、その頃書いた原稿ってのはもう、とっくに散逸してるし、データも残ってないんで、基本的には記録で。まあ、記憶で話をしていきます。25年前。あの当時、エンターテインメントの短編の新人賞っていうのは、いくつもありました。文藝春秋が主催しているだけでもオール読み物新人賞とオール読み物推理小説新人賞と2つあったんで、まあ、この他に小説現代新人賞が短編だったのと小説推理新人賞が短編だったのでね。で、あの当時、まあ、あの当時から公募ガイドがあったので、公募ガイドに目を通し、で、主催している、その主催者発表ってやっぱ確認する必要があったので、主催している雑誌を目を通して執筆のスケジュールを立てたと。まあ、いうことです。で、まあ、まだ、25で書き始めた当時っていうのは長編書かないとプロになれないって知らなかったので、とりあえず数書こうっていう、まあそういう、それしか頭になかったな。で、何の話かっていうと、サラリーマンやりながら小説家を目指すのっていうのは一番、サラリーマンをやりながら小説家を目指すのに一番大変だったのは、何が大変かというと、執筆時間の捻出が一番大変だったっていう、そんな話です。僕がいた会社は台東というテレビゲームの会社でした。今でもあるかな。台東も一時、東証の一部に上場したりとかしてたんだけど、まあ栄枯盛衰、いろんなところにこう資本が入ったりどうたらこうたらして、まあそう言いながらもどうもまだ続いているらしいです。で、僕が入った当時のその台頭というのは、資本金1億2000万で、まあそこそこなんだけど、年間の売り上げが300億円。16人、従業員が1600人いて、しかも無借金経営っていう、驚異的な超優良企業でした。で、そんな優良企業になぜ僕が入社できたかというと、その、
あの当時の業テレビゲーム業界っていうのはもう人手不足といっても今の人手不足とはちょっと事情が違う。スペースインベーダーの社会的ヒットが収束して間がない頃で、任天堂のファミコンが発売される以前のその時代ね、僕がその台東にいた頃に任天堂のファミコンがようやく出てきたっていう、そういう時代、家のテレビにゲームをつないで遊ぶという、まあそういうものがないわけではなかったけど、ことごとく失敗してた時代だったので、テレビゲームの業界、ゲーム業界というのイメージが最低だった時代、でした。自分の名前を漢字で書ければ入れるっていう、そういう時代だったんだよね。で、その当時の台東っていうのは、カラオケマシンのレンタルとゲームコーナーの経営、ゲームをメーカーでもあったんだけど、オペレーターでもあったんだね。んで、朝9時から夜11時までが会社の定時だったんだよ。昼間はゲームコーナーの店舗開発営業っていうことで、ゲームコーナーを開けるためにその不動産屋を回って空き物件を探す。夕方は繁華街のスナック。この当時カラオケボックスというものはまだ存在しなかったので、でもカラオケは普及してた。スナックだったね。んで、これ、まあ、テリトリーは僕が回ってたテリトリーって歌舞伎町、新宿の歌舞伎町だったので、んで、カラオケのスナックビルを片っ端から飛び込み営業していく夕方ね。で、それが終わったら今度その歌舞伎町の足部会館というのがあったんだけど、足部会館の1階のゲームコーナーの奥にその台東のサービスセンターがあったんだ。で、そこに詰めて何をしてるかっていうと、緊急待機って言って、毎日のようにね、あの当時はカラオケにボックスに100円を入れて、それで、その、通信カラオケじゃなかったからね、ディスクを差し込んで、それで、こう、曲を歌う。これがよく詰まるんだよ。だから詰まると、ポケベルが鳴って、で、何すかって言うと、いや、あそこ、どこそこのお店がこう、詰まったから、じゃあそこ修理に行ってくれって言って飛んでいくと。まあ、そういうことやってましたな。で、そういうふうなので、夜の11時まで詰めると。残業時間は月100時間を軽く超えてたんだけど、営業時間、残業代ってつかないのよ。営業職だったので1ヶ月の営業手当月3000円もらうっていうだけで、それだけだったんだよね。もう古式ゆかしいブラック企業だよねっていう。今はさすがに違うと思うよ。台東の名誉のために言っておこう。僕がいたのはそんな35年前なんだから。で、これで仕事が面白ければともかく、もう人間関係でほとほと根を上げた。上司が嫌なやつでって言いたいとこなんだけど、まあ僕がその当時の上司の年を上回るとさ、僕が鈴木喜一郎の上司だったら迷わずさ、俺を辞めさせるよね。とにかく、仕事で使えないし、態度がでかくて、協調性が全くない。手書きの文字が極端に下手なんで、下手で計算に弱くて、電卓を叩くと必ず間違える。で、コミュニケーション能力が低くて、お客さんの説明が満足にできない。っていう、まあそういう風でした。ただまあ、あの当時、
その契約社員だとか派遣社員というそういうシステムが存在しなくて、正社員しかいないっていう、そういう風だったので、だからクビにならずに済んだっていう、そういう風でした。まあそれはさておき、朝の9時から夜の11時までっていう、そういう勤務体系で小説家を目指すっていうのは、まあまあ難しい、予選を取っただけでね、まあまあ難しいよなって思ったんで、と言いたいところなんだけど、実はさ、そんな本格的に小説家を目指すつもりは全くなく、この当時ね、こんな会社辞めてやるっていう、まあそういう風だったんだ。あんまりきつかったから。で、知り合いの不動産屋さんに雇ってって、その出入りしてた不動産屋さんにさ、雇ってっていう風にお願いしたら、うち零細だから固定給払えないんだよ。で、宅建取ってくれたら、その宅建の資格料だけは払うからさ。で、あとはまあ、歩合で、そういう風だったらいいので、とりあえず、宅建だけ取っといて、取っといて損ないからっていう。そういうふうに言われたんで、その足で宅建の学校の入学手続きをした。学費は半年間で15万、あの当時ね。で、ただまあ講義を欠席すると講義を録音したカセットテープをくれた。まあこういうシステムがあるんだっていうことが分かったんで、後々自分で小説講座をやるときに、CD を焼いて全国に郵送するっていう、まあそういうこともやったわけだけどさ。で、まあ宅建の学校を通うことに決めた。で、それと同じぐらいの時期にテレビゲームのゲームコーナーが風俗営業の許可申請業務となったんだ。で、行政書士、あの当時の行政書士っていうと、警察を定年退職した人が、そのままスライドしてなる、天下りの先っていうことが多かったんだけど、まあその行政書士さんに手続きの書類を依頼するということが、こう、すごく増えたんで、で、行政書士って何？っていうことで、調べてみると、まあ司法書士は非常に難しいことは分かったんだけど、行政書士って、まあ、そこまで難しくはない？だいたい 10% から 15% ぐらいの合格率で、まあ、あと、宅建と試験科目が結構ダブってたんで、じゃあもうそれなら一緒に勉強しちゃえっていうことで、行政書士の過去問の問題集と参考書を書けて、で、行政書士の方は独学では勉強したと。で、この時すごいなと思うのがさ、朝6時に社員寮出て、通勤の電車内でその B6 の手帳に万年して応募原稿を下書きして、7時に会社近くの喫茶店に行ってモーニングを食べながら宅建と行政書士の勉強をする、外回りの出先で昼飯を5分で済ませ、残り55分は原稿書き。まあこの当時は、まあ今もそうだけど、この当時は、B6 の手帳にこの真似して下書きをしてたんだ。で、11時に上がって帰宅してから下書きしたメモをワープロで清書する。それで寝るのが朝の午前1時頃。これか、今改めて見てみるとすごいスケジュールだよなと思うけど、20代ってすごいよね。とにかくまあ宅建の合格証書が届いた翌日に会社に辞表を出した。んで、まあそれから会社を辞めるまでの1ヶ月間。ほら、辞表を出すのってのは辞める1ヶ月前って、まあ、決まりもんだからね。もうその間の営業所の所長からの嫌がらせがひどくて、
これなんでかっつったら、ほら結構職場過酷だったからさ、辞めるとこんな目に遭うんだぞお前らっていう他の社員への見せしめのためになったっていう、まあ本当にさ、こんなことよく通ったよね。いや、やっぱここら辺のところができちゃうところが35年前だよ。まあこの、あの営業所の所長さんは僕の作品で何度も悪役だとか被害者になって死んだり 殺されたり、何度も殺しました。作品の中でどういう殺し方したかってのはまあ内緒にしとくけど、まあ名前をね一括置換してあるので誰だか分からないようにはしてあります。で、そういう具合で社員寮を会社を辞めて、で、会社を辞めるとね、社員寮を出なきゃいけないので、社員寮をこう、撤収する荷造りをしている最中に、オーリオイモの新人賞、オーリオイモの推理小説新人賞の最終の候補に残りましたよ。っていう、そういうお知らせを受けたと。ああ、いうことです。これが書き始めて足掛け3年目、1987年だね。で、この時の受賞者が宮部みゆきさんだったな。まあ、この後もデビューするまで、デビューが1991年なんで、この4年後になるのか？え、そうなのか。だね。デビューと執筆外環境の整備に追われるというのはこの後もずっと続くんだけど、まあその話はまた改めてということです。時間は転がってないよな。とにかく僕は物忘れがひどい、まあ発達障害の典型的な理由だね。過集中で、とにかく記憶力が悪いので、これやるって言ったら、一つやろうと思った他のこと全部集中しすぎて他のことを忘れてしまうので、今日やることっていうタスクリスト、トゥードゥリストを必ず作るっていう習慣はつけてます。これはもう若い時から、もう自分のその物忘れのひどさにはほとほど泣かされてきたのでね。ただこのタスクリスト、やることリストを作るっていうことがさ、いたしかゆしということで、一日どれだけのものをこなしたかっていうのが目に見えてくるんだけど、50を過ぎてからこのこなす、そのタスクをこなせるタスクの一日の間、できる仕事のが目に見えてガクンと減るんだよね。ねえ、そこを考えるとさ、やっぱり20代30代のうちにとにかくさ勉強やっといてよかったなと思うよ。やっぱりね、うちの受講生にもそんな話はよくします。20代30代のうちはとにかく勉強して入力に力入れろって。小説家になるのはいつでもなれるけれど、小説家になるのは40、50でも余裕でなれるので、ただ物を覚える、何か身につける、ワーキングメモリーってやっぱ作っとかなきゃいけないので、着想といえどもゼロからは生まれない、何の知識もないところから何の発想もできないので、だからとにかく20代30代まではこう資格取っとこう、40過ぎたら40過ぎるなり自分の仕事を10年続けて
テレビはさ、それなりに仕事が身につい、特殊技能でとして身につくので、40過ぎたら自分のその仕事の洗い直しをして、自分がの得意なものなんだろうって洗い出すことって大事だけど、20代30代はもうとにかく詰め込めるだけ詰め込もうやっていうことは、こういう自分の腰肩を振り返してみると、そういうのはつくづく思うよね。今日はそんな昔話でした。この番組のお便り、ご質問を募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領芋の新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube キーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の鈴木喜一郎作家ラジオ、そんなところで、ではではでは。